はい、皆さんこんにちは。ヒューマンギルドの岩井俊則でございます。で、今日は変わったタイトルで、人生がうまくいかないとき、誰にもありますよね。まあ、そんなときにやるといい3つのこと、これを展開していきます。で、これはそのアドラー流へこまない心の作り方、この本でございますけれども、ここに書いてる本、あの一例でございますけれども、そのライフラインといって、あなたの生まれてから今日までを、まあ、このようにね、上は陽、プラスの体験、下はマイナス、陰の体験。これはちょっと30までということですけども、この先にいろんな浮き沈みがあるし、おそらくこのアップに対してダウンもっと多くあると思うんですけど、一例としてお伝えいたします。必ず人の人生にはアップダウンがあります。ですね。へこむこともあります。うまくいかないこともあります。ただそれだけじゃなく、うまくいった時も誰でもあると思うんですね。で、私はこのへこまない心の作り方の前作、失意の時こそ勇気をという、心の雨の日の過ごし方というサブタイトルのついた本、この中で失意体験についていろいろと書いていますし、脳書きね、理屈もここにはね、込められています。このことは、まあ、本を読んでいただくとして、ここでは書いてなかったことをまとめて3つの柱でお伝えいたします。まず、人生がうまくいかないとき、やる方が望ましいのは原点回帰、そもそもあなたはという原点回帰、これをいろんな問いかけの言葉を使いながらお伝えしていきます。だから他者のフィードバックを受けるということも必要である。もう一つ、当たり前であることをあんまり我々見逃してね、そんなことないよってことありますけど、やっぱりこれ感謝の対象じゃないかと思います。まあ、感謝を中心にしてお伝えいたします。まず原点回帰、あなたに問います。よりによってあなたはなぜ現在地にいるんですか、こういう問いかけをします。よりによってというのをよく使います。で、私ね、よりによってってひらがなで書いてますけどもね、漢字が何なのかって調べてみたんです。よりによって、これね、両方ともね、選ぶって書くんです。つまりあなたが現在その地、そのポジションで、その環境、境遇にあるのは、やはりいろんな影響があったにせよ、最終的にはあなたが選んだ末だということも言っていいと思うんですよ。で、これはアドラー氏が自己決定論というのに裏付けられます。やっぱりあなたの選んだ人生なんです。で、そんな時ね、原点を問うその質問、他の質問があります。で、私はそのこのような人生がうまくいかない時は、自己内対話、自分と対話してみること、これが必要だと思っています。その対話というのは、良質な質問によって支えられます。どんな質問が該当するかというと、ちょっとこれ、神様って言葉を使いますけども、神様がいるとして、あなたにどんな使命を与えて、この世に送り出してくれたのか。このような問いかけ。で、二つ目は、あなたを待ってる人がこの世の中にいます。あなたが最大限提供できる価値は何ですか？こういう問いかけ。三番目。あなたがいろんなものを身につけています。で、それは実際に物質的なものだけじゃなく、ね、あれ肉体的なものだけじゃなく、精神的にいろんなものをその身につけていて、それをどんどん削ぎ落としていったとします。そうすると、例えば、私はヒューマンギルド代表、岩井俊則だけど、ヒューマンギルド代表と取っちゃう。その他いろいろ取った。そうすると、岩井俊則、個人として最後の最後残るものは何ですか？こういう問いかけでございます。四つ目、あなたはこれから新しいことに取り組むとします。その時に減らすことが可能なルーティンや時間配分は何ですか？です。やはり我々は、いろんなことを身につけすぎています。いろんなことに関わりすぎています。やっぱり物事をシンプルにする。人生がうまくいかない時は、我々があまりにもね、多くのものを抱えすぎていることを問い直す時期じゃないかというふうに思っております。そしてそのことに対してあなたに不足しているものは何ですか？そのことに対してあなたに不足しているものは何ですか？というふうなこと。そして、まあその他いろいろありますけども、
それでも最後に残ってどうしても欠かせないあなたの日々のルーティンは何ですか、こういうことでございます。そしてその次のその柱として2番目ね、会社のフィードバックを受けるチャンスじゃないかと、こういうふうに思っております。で、あなた自身、先ほどは自己内対話でやり取りしました。で、今度は積極的に他者のもとに赴いて聞いてみるんです。こういうことね、フィードバックを受ける。で、あなたには強みもあれば弱みもあります。私ね、ある研修を受けてこういうふうな試練というかね、課題与えて困ったことがあります。身近な人にあなたの改善すべき点は何ですかということを聞いてもらいなさいって言うんですね。で、これね、非常に困りました。改善すべきことなんですか、改善すべきことなんですか、いろんな人聞きなさいって言うんです。難しいですよ、これは。ただこれは聞けるとしたら非常に大きい刺激になります。弱みを聞いてみる、それだけじゃなく強みも聞く。どんな人に聞いたらいいかというと、まあ、家族であったり上司であったり先輩、仲間、後輩、部下、お客さんなんかいろいろいますけども、率直に、ね、聞いてみる。これ全部やるとは言わないですよ。で、一番難しいのは家族です。家族に対してなかなか聞けないと言いますけども、家族こそがあなたを一番よく知る人なんですね。その人の声に耳を傾けて、できたらメモを取ってほしいんです。時々メモを取りながら、どういう点について自分は改善したらいいだろうか、自分はどんな風なところが強みだと見ているのか、強み弱み両方聞いてほしいんですね。こんな風にしながら、その他者から見えた自分、自己内対も必要だけども他者との対話、これも必要であります。そしていよいよ3つ目、当たり前であることへの感謝で、感謝というものは私のベーシックコースで以前は伝えてたけど、今やってなくなりましたけども、その感謝って3つの良くなる効果があります。感謝する人とされる人、関係が確実に良くなります。確実に良くなります。最初はね、気持ち悪いとか何考えてるのか言われるか分からないけども、あなたが誠実に感謝を伝え続けると、ね、耳を貸してくれるようになります。そして感謝している人は人相が良くなります。そして3つ目、運が良くなります。私はお願いすることってたくさんあると思うけども、お願いを1日5単位するとしたならば7単位10単位感謝すること、これを私は怪しげな開運の大法則と言ってます。感謝はブーメラン効果があるんです。こちらが感謝すると相手からの感謝が返ってくる。実例を申し上げますね。で、私は60冊以上の本を書いています。累計部数110万部を超えています。で、このことについてあるエピソード、それは2014年の年末のぐらいです。で、4人の出版社の編集者をお招きしました。感謝の集いです。そしてそこでは私が感謝申し上げ、そして編集者同士が懇談する場を設けたんです。そうするとこういう言葉を聞いて私はハッとしました。編集者に対してお願いしますお願いしますっていうふうなメッセージは極めて多い、だけど感謝する人は少ない、ということを聞いたんです。もう一つ、編集者同士にこんなふうな場を設けてくれる著者ってなかなかいない、こういうことを聞いて私はあ、そうかというふうに思いました。で、結局どういうことになったかというと、その4人の出版社からは重版が全部かかりました。から新企画が続々と連なってきました。これは感謝をもたらしたものでございます。で、出版社ついでに申し上げますと、 C 出版社というところと私結構この頃付き合っています。で、この出版社の父という雑誌は出版社を通さないのに11万部売れてるんですよ。11万部って大変な部数です。で、その秘訣は何かっていうことを私が垣間見た日があったんです。で、それは私自身が2019年7月5日にアドラドラッカー対談ということで、まあ、こちらにいらっしゃる方、これ佐藤仁先生といってドラッカー学会理事公認会計士です。これは私でございます。で、これは地出版社の藤尾社長で、こちらは息子さんですけども、藤尾副編集長でございます。
この中で対談をし、9月にこのような形でアドラーとドラッカーに学ぶ人間学っていうのが2019年9月号でできました。で、驚いたのはその帰り道でございます。行った時は係長が私を待ち受けて、そしてご案内くださいました。帰りの時は社長、副社長、そして取締役、総勢6人の方が1階に降りて、玄関から外に出て、私と佐藤さんが帰って、まあ、メツギもいましたけども、3人が帰ってくる姿を全部見届けて、そして深々と揃ってお辞儀をして、我々を見送ってくれたんです。私はね、こういうことをそこで感じたんです。出迎えるとき、結構精力使う人います。だけど、見送るときほど、より丁寧に感謝の心を込めて、こういう精神を送り学ぶと書いてるある人がいます。私これずっと自分のものにしてね、出会う時よりも別れることこそ大切に、でしかも心からの感謝を込めて、これが私大事だなというふうに思っております。で、今日は人生が向かないと感じている時ですけども、最後にこんな心をお伝えしておいてします。神を私にお与えください。変えることのできないものを受ける平静な心と、変えることのできるものは変える勇気を、そしてそれを見分ける知恵を、ラインホルト・ニーバーというバルト神学者、神様の学問の人でございます。神学者。で、この言葉、平静な心、勇気、知恵、その前の字を見てほしいんです。変えることができないものを変えようと悪せくしていることがあります。変えることのできないものを悪せくしているし。もう一つ、解雇できるものを変えないで、ね、ずっと見送っている人もいます。大事なことは、どちらが変えられるもので、どちらが変えられないのか。まあ、そういうふうな知恵を持つことが必要であるというふうにまとめて、まあ、今日の人生がうまくいかないときにやるという3つのことを終わることにします。まあ、最後、いつものようでございますが、チャンネル登録といいね、そして適用欄をご参照の上、講座にもご参照のことをよろしくお願いします。ついでに、こういう2つの本ありますので、お読みいただければ幸いでございます。ありがとうございました。